先月加賀市で自転車に乗っていた中学生が車にはねられ死亡した事故を受け警察と関係機関が合同で現場を点検しました先月23日の午前7時半ごろ加賀市山田町の交差点で自転車で通学中の男子中学生がワンボックスカーにはねられ死亡しました。昨日は大正寺警察署や加賀市 近隣の中学校などからおよそ15人が参加し事故現場となった指導が交わる提示路を確認しました通勤時間帯は車通りが多くスピードを出す車も多いといいます関係機関の団や団体の方と連携しながらですね、いろんな方面からの交通事故抑止ということで取り組んでまいりたいと思っております大正寺所では 路の路面に止まれの表示をするほかスピード違反の取り締まりを強化する予定です。